統一アイルランド党は、アイルランドの政党。アイルランドの自由主義保守政党であり、ファインガエルは、ゲール人の家族といった意味であり、人民党、またはそのまま音訳で、フィナゲール、もしくはフィネゲールと呼ばれることもある。現在、アイルランド第三政党であり、欧州議会の議員数では、最大の政党である。2017年には2万1000人が入会していた。 レオバラッカーは2017年6月2日にエンダ・ケニーに代わって党首に6月14日に首相に就任した。ケニーは2002年から党首、2011年から首相を務めていた。統一アイルランド党は1933年9月8日に新生党であるクマンナ・ゲール・ナショナル・センター党、ナショナル・ガードが合併して誕生した。 政党の起源はアイルランド独立戦争とそれに続くアイルランド内戦の際の AI 条約賛成派にあり、特にマイケル・コリンズはこの運動の創始者として知られている。統一アイルランド党は一般的に伝統的なライバルである共和党よりも経済的自由主義の支持者であると考えられている。1987年のような短期間の少数。 政権を除けば、統一アイルランド党は、社会民主主義的な中道左派政党である、労働党を含む連立政権なしに、アイルランドを統治したことは、ほとんどない。統一アイルランド党は、自らを、進歩的中心の党と表現し、ドグマやイデオロギーに関係なく、アイルランドにとって正しい方法で行動すると、定義している。機械均等、資本主義。 安全性、誠実さ、希望などの中核的価値を上げている。国際政治では、欧州連合を強く支持しており、イギリスとの関係強化やアイルランド共和主義の物理的強制に反対することをおおむね支持している。党の青年翼、青年統一アイルランド党は1977年に結成され、約4000人の党員を要している。 統一アイルランド党は、欧州人民党の創設党でもある。2011年から2016年までは、労働党との連立政権。2016年から2020年までは、無所属議員と共に少数派政権であった。統一アイルランド党は、現在、伝統的なライバルである、共和党、緑の党との歴史的な連立政権の一部を、形成しており、 レオバラッカーが副首相を務めている。以下は政府への参加と会見のための国民投票案に対する立場を時系列で示したものである。決闘時に制定された当期新憲法案に反対票を投じるべきだと訴えた1937年の党のポスター統一アイルランド党は1933年にクマンナ・ゲールと2つの小さなグループ。 国民中央党と国民防衛軍との合併により結成された。1937年に共和党が提案した新憲法の採択に反対するキャンペーンを展開し、国民投票では56.5%の賛成票で採択された。1948年から1951年にかけて、労働党、クランマ、ポブラフタ、クランナタルバン、 国民労働党を含むアイルランド発の連立政権の一部を形成した。1954年から1957年にかけて労働党、クランナタルバンとの三党連立政権となった。1959年に小選挙区制の比例代表制を廃止する憲法改正案に反対し国民投票で無投票を主張したが、改正案は 有権者によって否決された。1968年には、憲法改正に関する二つの提案に反対し、両方の提案に投票しないことを提唱している。一つが有権者によって否決された、農村部に有利な一票の格差の拡大を認める提案であった。また、比例代表制を廃止するための憲法改正案が提案されたが、 有権者の間では1959年よりもかなり大きな差で否決された。1972年の欧州共同体に参加するための国民投票で統一アイルランド等は賛成しており、有権者はこの提案を国民投票で承認した。1973年、アイルランドを世俗国家にするために最低投票年齢を21歳から18歳に、 引き下げる案と、ローマカトリック教会の特別な立場を憲法から削除する案の二つの憲法改正案に賛成票を投じるキャンペーンを支援していた。どちらの改正案も住民投票で有権者の承認を得た。同年から1977年にかけて、労働党との連立政権の一部を形成した。1979年に、 養子縁組委員会が下した特定の命令が違憲であるという1977年の判決を覆す提案と上院の投票権を拡大する提案の二つの憲法改正案に賛成票を投じるためのキャンペーンを支持している。どちらの改正案も住民投票で有権者の承認を得た。1981年から1982年3月に かけて労働党との2党の少数派連立政権に参加している。また、同年12月から1987年まで労働党との2大政党連立政権に参加している。1982年に共和党の少数派政権が憲法上の事実上の中絶禁止を導入するために提出した法案である修正第8条の国民投票については 賛否が分かれていた。当時の統一アイルランド党党首、ギャレット・フィッツジェラルドが個人的に反対票を唱えていたが、国民投票では修正案が有権者に承認された。1984年に住民である被国民にも投票をできるように投票権を拡大する憲法改正案の賛成運動を提案し、支援していた。 この改憲案は国民投票で有権者の賛成を得た。また、1986年に離婚を合憲化するための憲法改正案への賛成運動を提案し支援していたが国民投票で有権者に否決された。翌年には単一欧州議定書の批准を認める憲法改正案への賛成運動を支持している。この改正案は国民投票で 有権者の賛成を得て成立した。1992年に統一アイルランド党は、アイルランドに、マーストリヒト条約の批准を認める、憲法改正案に賛成票を投じるキャンペーンを支持しており、国民投票で有権者の賛成を得て成立した。1994年から1997年にかけて、 労働党、民主左派との三党連立政権に参加している。1995年から1997年の間に3つの憲法改正に賛成する運動を提案し支援していた。1案目が離婚を合憲化するための1995年の修正案、2案目が自由の身である間に重大な犯罪を犯すと疑われる場合、 裁判所が保釈を拒否することを認めることによって、1965年の最高裁判決を覆すための1996年の修正案。3案目が、閣議は絶対的機密事項であるとする最高裁判決を覆すための修正案だった。3つの修正案はすべて、それぞれの住民投票で有権者によって承認された。さらに、 1998年から1999年にかけて、さらなる3つの憲法改正に賛成する運動を提案し、支援していた。1998年には、アムステルダム条約の批准を認める改正、ベルファスト合意の批准を認めるための改正、1999年には、地方政府の憲法承認と、 地方議会の選挙を少なくとも5年ごとに行わなければならないとする改正が提案されていた。いずれも住民投票で有権者によって承認された。2001年から2004年の間に7つの憲法改正案の賛成運動を支持し、1つの憲法改正案に反対した。2001年には規制の死刑禁止法を憲法に拡大する改正。 国際刑事裁判所規約の批准を認める改正、ニース条約の批准を認める改正の3つの改正のすべてを支持した。2001年に提案された改正案はニース条約に関するものを除き、すべて有権者によって承認されたが、2002年に行われた第2回国民投票でニース条約を承認した。二千二年に提案されたもう一つの修正案は、 中絶を違憲とすることで、中絶禁止の憲法を強化しようというものだったが、反対票を唱えた統一アイルランド党によって反対され、国民投票でも否決された。2002年に行われた党首選で、エンダケニーが統一アイルランド党党首に選出された。2004年の憲法改正により、アイルランド国籍の無制限な出生地主義法を廃止することを指示しており、 この改正は国民投票で有権者に承認された。2008年にはリスボン条約の批准を認める修正案を指示したが国民投票では否決され2009年の第2回国民投票ではこの決定を覆してリスボン条約を承認した。 エンダ・ケニー内閣2011年総選挙2011年2月25日に行われたアイルランド会員総選挙において、それまで最大野党だった統一アイルランド党が76議席を獲得し、決闘以来初めて第一党となった。統一アイルランド党は、中道左派の労働党と連立政権を組み、統一アイルランド党党首エンダ・ケニーが、第19代アイルランド首相に就任し、 内閣を組織した。エイダケニー内閣発足当時の内閣は、金融危機の後始末と、経済再建が、主な課題であった。2015年、同内閣のニューナン財務省が2016年度予算は2年連続で、少額の減税と、歳出増加を中心とすることを明らかにした。2016年総選挙2016年2月26日に、投票が行われた。 ドイルエアランの選挙では50議席にとどまり、第一党は維持したものの連立与党も過半数割れした。2017年5月18日、エンダ、ケニー党首が辞任。総選挙で得票率を大きく減らし労働党との連立を解消したことから、ケニー党首は求心力が低下していた。その後6月2日に党首選が行われ、 新党首にレオ・バラッカー社会保護賞を選出14日にはバラッカー党首が新首相に就任した2020年総選挙2020年2月8日執行の総選挙では解散前の47議席から35議席と大きく議席を減らし第3党に交代した2020年6月 4ヶ月半に及ぶ連立政権成立についての協議の結果、共和党、統一アイルランド党及び緑の党の3党、連立政権が発足。首相は、共和党と統一アイルランド党が順に務めることとなり、2022年12月まで、マーティン共和党党首が首相を務め、その後は統一アイルランド党党首が、人気満了まで首相を務めることになった。 2017年から統一アイルランド党党首となった、レオバラッカー中道右派の政党として、統一アイルランド党は自由保守主義、キリスト教民主主義、自由主義、保守、親欧州連合と表現されており、文化保守主義と経済的自由主義の要素を組み合わせた、思想的基盤を持っている。社会正義と平等の原則に基づいて、1960年代に、 ジャスト・ソサエティ政策声明を採用した。デクラン・コステロが率いる党の信仰の社会、民主主義翼によって作成された。この政策声明で表現された思想は、その後の党に大きな影響を与えた。当時のアイルランド社会の保守的なキリスト教的倫理観のために、20世紀のほとんどの機関は、伝統的に社会保守主義であったが、党員は、 社会政策の問題について、社会自由主義、社会民主主義、キリスト教民主主義の影響を様々に受けている。ギャレット・フィッツジェラルドの下では、より社会的に自由主義な、または多元的な翼が目立つようになった。離婚を認める提案は、1986年に、フィッツジェラルド政権、1995年に、 ジョン・ブルトン政権の二つの政権によって国民投票で行われ、二回目の試みでは非常に僅差で通過した。LGBT2003 年から同性カップルのためのシビルユニオンを支持し、2010年には民事パートナーシップ及び同居人の一定の権利義務に関する法律案に投票し、2012年の年次党大会では憲法大会で 同性婚の検討を優先するという道義を承認した。2013年には党首であり、首相でもあるエンダケニーは、同性結婚への支持を表明した。統一アイルランド党政権は2015年5月22日に、アイルランド憲法修正第34条に関する国民投票を実施し、62%の有権者が支持した。2015年、 結婚の平等を問う国民投票の数ヶ月前に、レオ・バラッカーはアイルランド政府の大臣として初めて同性愛者であることをカミングアウトした。2019年5月、元ローズ・オブ・トラリーのマリア・オルシュは2019年欧州議会議員選挙でミッドランズ・ノース・ウェスト選挙区の統一アイルランドと欧州議会議員に選出され、マイレッド・マクギネスと並んで出馬している。 ウォルシュは統一アイルランド党の初の公然としたレズビアンだった。統一アイルランド党には LGBT の部門統一アイルランドと LGBT があり2017年にはレオ・バラッカーがダブリンのプライドパレードで更新した初の首相となった。中絶1983年に国民投票で提出されたアイルランド憲法修正第8条に対し 当初は賛成していたものの、その後反対していた。当時の党首であり、首相でもあるギャレット・フィッツジェラルドの下では、全政権の下で起草された文言を分析すると、曖昧で多くの解釈が可能であると、司法長官、ピーター・サザーランド氏の助言を得て、反対票を求める運動を展開した。この国民投票の結果、アイルランド憲法修正第8条が制定され、 大治に、母親と同等の生存権が与えられた。姿勢は、プロライフ修正キャンペーンやカトリックの司教や、当時最大の政党でありながら野党だった、共和党と対立していた。また、2002年に中絶を認める根拠として、自殺を排除することを提案した、憲法25条改正案に反対運動を展開していた。 アイルランド最高裁判所の X 事件判決では自殺は修正第8条の根拠として裁定されていた。この修正案はアイルランドの有権者によって否決された。2013年には妊娠中の生命保護法の制定を提案し支援した。この法律はアイルランド最高裁の X 事件の判決を法律で施行し自殺の脅威を含む 母親の健康ではなく、生命に対する、現実的で、実質的なリスクがある場合に中絶を認めるという、ものだった。ルシンダ・クレートン国務大臣を含む5人の、国会議員と2人の上院議員は、法案に反対票を投じたことで、統一アイルランド党の院内幹事の座を失った。クレートンは後に、レノア党に参加するために統一アイルランド党を去った。 この法律は様々なプロライフグループやカトリックの司教によって批判されたが、世論調査では有権者の大多数に支持され、中絶に関するより自由主義的な法律を見てみたいと多くの人が示していた。エンダケニー率いる統一アイルランドと少数派政権は2016年の選挙後、無作為に選ばれた市民の会が修正第8条の 健康の可能性について報告することを約束し、国民議会の委員会で検討され、その報告書に対して政府は、議会の両院での討論会で公式に回答するということで政権を奪取した。統一アイルランド等の国会議員はこの問題で自由投票が約束されていた。レオバラッカーは2017年6月14日に、 エンダ・ケニーの公認として首相に就任し、2018年に中絶に関する国民投票を実施することを約束した。統一アイルランド党議員の中でも特にサイモン・ハリス、保健大臣や、ケイトー・コーネルは、住民投票の前や、期間中、選択権賛成派の支持者であった。党内は分裂していたが、統一アイルランド党議員や上院議員、 そしてほとんどの議員が憲法修正第8条の廃止に賛成していた。2018年5月25日に憲法修正第8条を廃止するための憲法修正第36条の国民投票が行われ、有権者の66.4%の賛成で可決された。アイルランドの政治的スペクトルは、 ヨーロッパの伝統的な左派、右派ではなく、アイルランド内戦線に沿って分かれていたが、統一アイルランド党は、一般的に、中道右派の政党とされており、法と秩序、企業と報酬、そして、財政的な、正しさを重視している。内戦における親情役派の子孫として、統一アイルランド党は、マイケル・コリンズの伝承に強い親和性を持っている。現在も、 党のシンボルとして、毎年8月に追悼をしている。発足以来、財政的に公正で、経済的に政府の干渉を最小限に抑える政党として描かれており、親企業政策を標榜している。その点では、最小限の国家介入、低税、社会支出を信条とする先の親条約政府の路線を踏襲していた。会員で新たに選出された政治家は、 経済的自由主義を強く支持してきた。特にルシンダ・ダクレートンとレオ・バラッカーはアイルランドの経済危機と失業問題に対する新自由主義的なアプローチを強く支持していると見られている。特にバラッカーは小規模で土着のビジネスを強く支持しており、小規模企業は政府の資本再構成プログラムの恩恵を受けるべきだと主張している。 リチャード・ブルトン前財務報道官の提案は、企業保護の観点から問題にアプローチしていると見られてきた。2011年の公正な予算のウェブサイトでは、その解決策が、厳しいが公正であることを示唆している。その他の解決策は、インフラへの投資を維持しつつ、公共部門の人員削減に焦点を当てた、欧州全体の保守的な政府の政策におおむね合致している。 統一アイルランド等の提案は時折、アイルランドの小規模な政治グループや、労働組合の一部から批判を受けることがあり、等の解決策が、労働者の利益よりもビジネスの利益を意識したもので、あるという考えを提起している。シプトゥ労働組合は、アイルランドの経済危機に対応して、エンダ・ケニー首相が、全国賃金協約を停止すべきだと主張したことに、 反対の立場を表明した。しかし、ケニーのコメントは、指示を得ており、2008年の世論調査での大幅な上昇は、この結果に起因している。同党のサイモン・コベニーは、アイルランドの半国営企業部門の抜本的な、再編成と呼んでいるものを立ち上げた。新経済復興局と名付けたコベニーは、21世紀の課題に向けて、 アイルランド経済を再構築する経済刺激策であると述べている。4年間で182億ユーロのエネルギー、通信、水インフラへの投資を必要とし、アイルランドのエネルギー安全保障とデジタル評判を強化するための手段として推進された。広範な文書で、反国家的な資産の統合管理と、その他の非必要なサービスの売却を提案している。 電力会社の ESB、ボードなモナ、ボードが主に属する発電サービスを含む様々な国家資源を売却して株式を放出し国民年金準備基金の資金を活用することで統一アイルランド等が提案した国家刺激策の資金源となった。統一アイルランド等の経済提案に対するコメントはエディ・ホブスやデビッド・マクウィリアムスを含む一部の 経済評論家からは概ね肯定的なものとなっており、これらの評論家は提案がかなりの可能性を秘めていると称賛している。その後、労働党は統一アイルランド党と広く一致していると見られる政策を打ち出した。統一アイルランド党は立憲政党として見られており、党員や公の代表者は常にアイルランド国家の制度的な機関に対して敬意を示している。 ホーガンは新しい政治と題した政策文書の中でより小さくよりダイナミックで応答性の高い政治体制を持つ国づくりを提案し会員の規模を二重削減し議会の運営方法を変更し物議を醸した動きとしてアイルランドの上院を廃止することを提案したアイルランドの医療制度は保健サービス委員会によって中央管理されているが ヨーロッパの他国と比較しても劣悪で2006年のヨーロッパヘルスインデックスによると25位の順位となっている。統一アイルランド等は長い間民間の健康保険制度、公的医療保険証、二層医療制度との決別を望んでおり制度改革を求めるキャンペーンを開始した。2009年4月にフェアケアのキャンペーンを立ち上げ医療サービスを費用のかかる 非効果的な取り組みから義務的な国民皆保険が既存の規定にとって変わる公的な規制システムに改革すると述べた。統一アイルランドとはアイルランドで最も欧州統合を推進している政党の一つで欧州憲法やリスボン条約を支持し欧州共同防衛への参加を提唱している。エンダ・ケニーの下ではアイルランドの中立性に疑問を呈しケニーはアイルランドは 中立ではない。ただの非同盟国であると主張した。党の青年翼である青年統一アイルランド党は2016年に政府が北大西洋条約機構への加盟を申請するよう求める同義を可決した。政権では欧州や世界の小国との同盟を発展させるグローバルアイルランド計画を打ち出している。統一アイルランド党は 欧州全域の自由保守主義とキリスト教民主主義の政党で構成される欧州最大の政党である欧州人民党の創立メンバーである。統一アイルランド党の欧州議会議員は欧州人民党グループと一緒に座り、議員も欧州評議会議員会議や地域委員会で欧州人民党グループと一緒に座っている。青年統一アイルランド党は 青年欧州人民党に所属している。統一アイルランド党が中道右派に属していることは欧州人民党への加盟を通じた欧州との関係から推察される。キリスト教民主主義であることを辞任する欧州の政党と一般的に一致している。応援をダフィ、ウィリアム・コスグレーブ、リチャード・マルケイ・ジェームス・ディロン・リアム・コスグレーブ、ギャレット・フィッツ・ジェラルド。 アラン・デュークス・ジョン・ブルートン・マイケル・ヌーナに演だ。ケニー・レオ・バラッカー。ありがとうございます。